ガトー・ド・サボアワガトー・ド・サボアワは、フランスのサボアワ発祥のケーキ。小麦、卵およびコーンスターチからなる単純な生地に、レモン風味をつけて、山形に入れて焼くケーキである。起源は14世紀とみられる。ビスキュイ・ド・サボアワと一緒に語られることもあるが、これとは、明確に、別物とされる。ビスキュイの方は1700年頃以降に発生した、ものを指し、スポンジは、 非常に軽い。起源は1343年頃、サボア博の雨で5世の諸子であったピエール・ド・イエンヌの公案と言われる。この景気の社交会デビューは、雨で6世の時代で、新生ローマ皇帝を招待した折の宴会においてであった。この時期については、諸説あり、また皇帝もおそらくは、カール4世であろうとされるが、 年代は1373年から1383年のどこかと見られている。年代については1365年と特定する資料や1358年とする資料もある。白による皇帝の接待は皇位を受けられるよう働きかけたものであった。サボアの地を模した箱庭に王冠と一緒に巨大長ードサボアを排したデザートの趣向は皇帝を 大変喜ばせたものの、それとこれとは、話が別で、この時に、公爵位はもらえず、サボア公となるには孫である雨で発生の時代まで待つ、必要があった。ニコラド・ボヌフ本ンによる1655年の著書、田園の閲落にガトウド・サボアについて記載があると、されるが、別の資料によれば、この言及はビスキュイ・ド・サボアを指している。1745年に、 ルイ15世のためにパリ視聴者において模様された宴会のメニューにもガトードサボアが登場していたことがわかっている。単純な素材のみで調理されるケーキのため味もとてもシンプルと評されるだけにジャムやクリームを塗って食べるケースが多く、特にサボアのビルベリーとよくマッチするという。ありがとうございます。